カップチラシ寿司を作ります。ごぼう20グラム、人参30グラム、しいたけ2枚、板こんにゃく30グラム、15回ほどぶんぶん引っ張ります。鍋にごま油適量を入れ、ぶんぶんした具材を炒めます。火が通ったら、醤油大さじ1 2分の1、酒小さじ1、砂糖小さじ1を加えます。 蓋をして弱火で汁気がなくなるまで煮込みます。ご飯300グラムに市販の寿司酢大さじ2を加え混ぜ合わせます。煮込んだ具材を入れさらに混ぜ合わせます。グラスに入れお好みの具材でトッピングしたら完成です。